ジョーパターのジョーパターのはニューヨークブルックリンクー生まれのカレッジフットボールの指導者。ペンシルベニア州立大学ニータニーライオンズのヘッドコーチを1966年から2011年まで46年間に渡り務めた。通算298勝。シーズン無敗を5度達成。2007年にはカレッジフットボール殿堂入りを果たした。ジョーパの愛称で知られる。 NFL のピッツバーグスティーラーズ、ニューヨークジャイアンツ、ニューイングランドペトリオッツからヘッドコーチのオファーを受けたこともあるが全て断っている。規律を重んじるオールドスクールタイプの代表格として知られた。1926年12月21日、ニューヨークのブルックリンクで生まれた。1944年に高校を卒業後、アメリカ陸軍に入隊、朝鮮半島にも、 中流、1946年に除退した。IB リーグの一つであり、全米屈指の名門大学である、ブラウン大学に入学した。彼は QB およびコーナーバックを務め、大学記録体の14インターセプトを挙げている。同大学を卒業後の1950年、大学時代の指導者、ディップエングルのもとで、ペンシルベニア州立大学アメリカンフットボール部、 ニータニー・ライオンズアシスタントコーチに就任した。1965年にエングルがヘッドコーチに退任。翌1966年からヘッドコーチに就任した。2年目の1967年、チームをボールゲームに導き、1968年、1969年はシーズン部イのチームを築き31連勝も果たした。1969年、 NFL のピッツバーグスティーラーズが彼にヘッドコーチのオファーをしたが、パターノはこれを断った。チャック・ノールがヘッドコーチに就任。ノールは就任後11年間で4回スーパーボールに優勝23シーズンにわたり、スティーラーズのヘッドコーチを務めた。また1969年には、ミシガン大学からもヘッドコーチのオファーを受けている。 ニューヨークジャイアンツも1970年代から1980年代はじめにかけてたびたびパターンにヘッドコーチのオファーを行った。1972年、ニューイングランドペートリオッツからのヘッドコーチのオファーを受けたが3週間後に撤回、オクラホマ大学のチャック・フェアバンクスが代わりにヘッドコーチとなった。1982年にチームを全米チャンピオンに、 導き、4年後の1986年には2度目の全米チャンピオンとなった。1988年、アメリカ合衆国大統領選挙では、友人のジョージ・ワーカー・ブッシュを応援する演説を行っている。ジョー・パターノの寄付により拡張された図書館1997年には、大学の図書館拡張のために1350万ドルを集めて寄付している。2001年には、 アラバマ大学の伝説のカレージフットボールコーチ部屋、ブライアントの持っていたディビジョン IA における通算勝利記録323勝を更新、通算324勝を挙げたとされたが、後日のスキャンダルによって訂正された。かつて、カレージフットボール伝道入りをヘッドコーチとして果たすには、コーチ業から引退していなくてはいけなかったが、75歳を超えたコーチには、 資格が認められることとなり、2006年5月16日、カレッジフットボール殿堂に推薦された。ところが、同年11月4日のウィスコンシン大学戦で、サイトライン上に立っていた、彼は、相手 LB ディアンドレ・レビーを避けきれず、ヘルメットが膝に衝突したことにより、骨折、関節も痛めた。この年のアウトバックボールでは彼は、プレスボックスより指揮を取った。 ニューヨークで行われるカレジフットボール電動入り記念式典に出席できなくなった彼は2007年の電動入りに変更され2007年12月4日に電動入りし2008年7月19日に記念式典が開かれた2000年から2004年までの間チームが26勝33敗と低迷した際には時代遅れの老いぼれコーチと揶揄されたが2008年に カンファレンス優勝を果たし、ローズボールにチームを導いた。2009年7月29日、スポーティングニュースにより、MLB、NFL、NBA、NHL、カレッジフットボール、カレッジバスケットボールにおける偉大なコーチ50人のうちの13位に選ばれた。2009年に、 ペンシルベニア州立大学のヘッドコーチとして44シーズン目となり、エーモス・アロンゾ・スタックの記録を抜き、ディビジョン・アイに所属する同一大学でのヘッドコーチとしての新記録を作った。ヘッドコーチとして、NCWA の制裁措置前は、通算409勝136敗3分けで、ビッグ10カンファレンスチャンピオン3回。全米最優秀コーチにも5回選ばれている。 またチームは全米ランキングベスト12-29シーズン入っている。2011年10月29日、イリノイ大学を10の7で破りエディロビンソンの記録を更新する409勝目を挙げた。NCWA 史上彼より勝利を挙げているのは、ディビジョン3のセント・ジョン大学で指揮を取ったジョン・ガグリアーディのみであったが、の日 NCWA の制裁措置によって、通算298勝になった。 元アシスタントコーチのジェリー・サンダスキーが15年間に、渡り8人の少年への性的虐待をしていたことが、発覚、シーズン終了とともに辞任したいと表明していたが、11月9日、大学理事会より解任されることが決まった。同大学の学長、副学長、体育局長も解任されている。解任された直後、肺がんにかかっていると診断され、 2012年1月22日、肺がんからの合併症により死去した。死去する前日には誤った発信源を元にした CBS スポーツの広報が、ツイッターでたたく間に広がり、親族が否定した。フットボールだけでなく、文部両道を学生に訴え、学生の4年間での卒業率は、NCWA 平均の67%を大きく上回り、 2008年には78%ビッグ転換カンファレンスではノースウェスタン大学に次いで2位 AP 通信ランキング上位25校の中でも2位となっている彼の在任中本拠地ビーバースタジアムは6回回収され1966年には収容者数46,284人であったスタジアムが2001年には106,572人収容となっている チームを37回ボールゲームに導き、最多の24勝を挙げている。彼は大統領自由勲章の受賞候補者にもなっていたが、常実のサンダスキースキャンダルによりこの話は立ち消えとなった。ありがとうございます。